リーガルドラマっていう感じを醸し出しつつギャグでしたね。私も普通に騙されました。結構真面目にしてるのに、なんかそれとはちょっと。皆さん、こんにちは。チルチル。商業 BL レビューサイト、チルチル記者のケチャップです。同じくチルチル記者のアナコンダです。毒恋、毒も過ぎれば恋となる第1話が配信されましたね。はい、放送されました、ね、放送が始まりました、はい、リーガルドラマっていう感じを醸し出しつつギャグでしたね。私も普通に騙されました。あれなんか見るドラマ間違えたかなと思って。あ、そうですよね。まあ、1話通して割とポンコツなところも見えてきたりとか。そうですね、結構ポンでしたね。そうですね。いや、なんかちゃんと真面目なんですよ。真面目だけど、なんか結構真面目にしてるのに、なんかそれとはちょっとそうしてるはずなのにも。ちょっとそこが可愛いなと思いつつ見てました。今回この主演のお二人、はい、司馬遼馬役の浜翔吾さんと春人役の兵頭克巳さん、はい、どちらもなんか戦隊ものの経験があるらしいということで、ね、もう目が癒され癒され。いや、そうですね。しかもなんか司馬遼馬役の結構メガネかける場合と裸眼の場合があるじゃないですか、はい、あ、どっちも見れて幸せだなみたいな感じがしました。確かにそうですね。私結構あのうさんくさいメガネ大好きなんで、本当に今回ピンポイントでこの辺を撮れた感じで、もう1話から楽しみにしておりました、はい、今回もね、私たち2人でなんか好きなポイントを3つにまとめたので、はい、それぞれ紹介していこうと思います、はい、それではポイント1つ目、はい、2人のギャップに燃えるでしたね。いや、さっきも真面目かと思ったらポンみたいなこと言いましたけど、うんうん、はい、そういう感じで、そういう感じで、はい、なんか結構千葉さんエリート弁護士みたいな感じで、いや、そうですね、ツンツンした感じで、プライドもありました、ね、プライドが高い感じです、はい、けどなんかすごい見え張ってるのに、はい、全部ハルトに見透かされて、いや、そうなんですよ、ね、嘘もつけないみたいな、そうなんですよ、ね、感じで、なんかこうなんでしょ、こうなんでしょみたいな感じで全部言い当てられてるみたいな、見透かされてる感じがありましたね。あとすごい可愛い、よしよし気持ちいいだろうとか言って可愛いみたいな、こんな真面目な人がこんな一面があるのみたいな。普段のその弁護士の時の姿と、そうそうそう、家の時のギャップがありすぎて、そうそうそう、もうそこにやれましたね、私。そうですね。逆にハルト君も結構ギャップあるなって私思ってて、はいはいはい、なんかだいぶキュルルンって感じで、いや、そうですね、あざと可愛い、そう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 、を演じてるのかみたいな感じもあるじゃないですか。そうですね、職業的にも、うんうんうん、可愛いねとか、柴さんにまた会えるよねみたいな、運命だねみたいな甘い言葉かけつつ、結構なんか会ったらすぐにいなくなっちゃったりとか、あ、そうですね、どっか行ったりとかっていうのが多くて、はいはいはい、なんかいきなり現れるんですよね、うん、本当に唐突に現れて唐突に消えるみたいな神出鬼没な感じで、そう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 、柴さんの心をかっさらってった。いや、そうですね、なんかすごいハルト君可愛い見た目して、すごいミステリアスだなみたいな、ミステリアス作詞みたいな、そう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 、感じしますよね。いや、なんか柴田大丈夫かなって本当に思って、確かにあんな純粋な柴田さんがハルト君に手玉に取られちゃうかもしれない、めっちゃいいみたいな。結構なんかこの2人ともギャップをそれぞれ持ってるのが面白みでもあるかなっていうふうに、そうですね、思います。本当に、はいはい、ポイント2つ目に参りましょう、はい、ポイント2つ目、はい、キス寸前。いや、あれは何だったんですかね。なんか柴さんが一人キャンプしてる時に、そうそうそう、ハルト君が急に現れて、そうなんですよね、一緒にちょっとキャンプして、まあ、すぐになんかまた帰っちゃったんですけど。いや、そうなんですよね、なんかその日にあのキャンプのテントでなんか一緒に寝たのかな、いや、まあ寝たんです、いや、なんか寝させてくれよみたいな感じでハルト君がこうやってきて、なんか結構ベッドじゃない、布団占領しちゃうんですけど、すぐ帰るからじゃないですけど、影のシルエットでありましたよね。寸前まで顔近づいて、あ、みたいな、そうそうそう、なんですよね、夢落ちなのか、そうなんですよ、本当になんか寸前だったのか、それとも夢落ちだったのか、どっちなんですか。すごいなんか視聴者を揺すぶってくる。そうそうそう、こっちがもう首猫捕まえてくる。
じわじわ早いよなとか思いつつ、そうでも結構柴さんなんかね、ハルトくんの魅力にやられてしまってません、うんうん、1話からも。そうした時に片隅にハルトがいて、そうなんですよね、頭の中になんか最初にこうあのバーだったかな、こう大丈夫みたいな感じで当ててしまってごめんねみたいな感じでこう事故っちゃうんですけど、ちょっと会話してからの家に帰って多肉植物たちと話してる時にもうすでにそのハルトくんの顔がこう頭の中こう締めてるじゃないですけど、はい、スンって行くんですよスンって言って、ただただ本当にぶつかってあのハンカチ渡してみたいな感じのシーンだけだったのに、もうスンってなってて、あ、頭占領されちゃってるじゃんじゃないですけど、結構千葉さんもう落とされそう、落とされそう、乙女なんかうぶうぶな感じで、もうそんな感じですよね。でもなんかもう真面目でなんか恋愛なんてしないみたいな言うね、感じの人じゃないですか、はい、だから多分自分の気持ちに気づくのは結構後なんじゃないかなって私は睨んでますあ、そういう鈍感系みたいな、そうなんじゃないかな。ポイント3つ目、ハルト車泥棒だったということで、そうなんですよね、さっきのキャンプのシーン、はい、朝起きたら車ないんですよ芝さんあの車できたはずなんですよ、結構高い車だったんじゃないですかね、高級車に乗ってきててテントも張って、朝起きてテント出たら車ない、でどこ行ったの、家に帰る、あれテントどうしたんでしょうね家に帰る、確かに、それであれあれぐらいの車だったら別に買い替えようとしてたしみたいな、強がってるんですよ、すごい強がってましたね、強がって、でなんか多肉植物たちのね世話をねしてたんですよ。そしたらなんかハルトくんが階段から降りてきましたよね、あれなんか降りてきて、で車めっちゃ良かったよみたいな感じで強すぎて鍵くるくる回しながら来るんですよねなんか100歩譲って車盗むのはちょっと分かるっていうか、うんうん、あの気持ちが分かるとかじゃなくて、うんうん、仕組みが分かるんですよ、その車の鍵盗んでっていうのが分かるんですけど、うんうん、家の鍵ってほんとそう、えっと思ってってなりますよ、超怖くって、ほんとそうですよね、もともと弁護士で、うんうん、相方みたいな、うんがすぐに辞めちゃうっていうか柴さんが辞めさせてたから、そうです、ね、早く見つけないといけなくて100人目をそうなんです、99人辞めさせてる、99人辞めさせてるから、はい、100人目見つけなきゃっていう情報もハルトは知ってて、いやそうなんです、自分がなろうかみたいに言ってて、何でも知ってる、鍵も持ってるし、鍵持ってる情報も掴んでるし心も掴みそうもう最強最強最強ハルト、いやね、え、しかもバリーになるのかってところなんですけど、そこで植物たちの世話をしてるときってなんかお風呂上がりなのか分かんないですけどバスタオル1枚なんですよね、そうです、腰に腰に巻いて巻いてねなんかハルトくんが登場してピローンピローン、いや本当なんか落ちちゃうんですよねタオル、いや、まあ、タイミング良すぎて面白かったいや本当そうですよね、あれめっちゃグッドタイミング、グッドタイミング、まあバッドタイミングとも言いますけどで、あ、いやもう柴さんかわいそうだな本当に作品をまだ見る前は、はい、結構なんかリーガルのバディーもの兼ちょっとそこに恋もありつつみたいな感じなのかなと思ったんですよ、そうですね、うんうん、思ったよりギャグがそう面白くて、そうなんですよね、いや本当になんかそれもギャップというか、うんうん、っていうか中身見てみたらめっちゃギャグ、でもなんかちゃんとクオリティ高いなんか多分弁護士ものになってるのかな、そう多分そんな感じでいろんな要素詰め込まれてて、そうですよね、こっからどうなっていくのかっていうのが、そうなんですよね、いや植物たちもどうなるんですかね枯れないかっていういやまあまあまあね、でもなんか不況らしいんでね確かに、あでもいっぱい愛情込めて喋りかけてもらってるからきっと元気に育てると思いますなんか私たちが見た感想で3つにまとめてお話ししましたけれども、はい、いやもう本当最後衝撃的でしたね、そうですよね、結構だいぶ脳に引きずってて私あれ動画撮られて、動画撮られてるんだあそこ、ですよねあれいやそれで脅された
ったんだ。しかもそうですよね。いやだから本当に裸で自分たちのこうやってるところ動画撮られてて、それをあの俺インフルエンサーだからなんかフォロワー何万人いるよみたいな感じで、これ投稿したらやばいよみたいな感じで脅してバディになるなるなるところなるかなぐらいのところ、うん、そうですねですよ、はい。いやそう結構腹黒い、可愛い顔して腹黒いです、ね、そう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 、本当になんか、え、大丈夫かな。いやなんか今後ね喧嘩とかしちゃうのかなっていうなんか想像とかもしつつ、いやそうですよね、でも柴さん負けそう。あの作品が始まる前のオープニング、はいはいはい、なんか歌詞のテロップがそうそうそう、カラオケの声でびっくりしましたよね。なんか本当にギャグじゃんみたいな、カラオケのテロップみたいな感じで本当に流れて、これなんかえなんか間違えたかなみたいな、これ大丈夫かな、間違えたかながパート2ぐらいありましたね。この作品一番最初の導入とオープニングのところでちょっと困惑するっていうね、うん、感じですよね。なんかしかも私好きだったのが、はい、あの柴さんが結構そのナレーションしてくれるんですよね、最初の方とか、そう最初の方とか特に、でなんかその柴さんの声が好きだった。お確かにめっちゃ良かったですね。なんかそう、あと読み方も良かった。あなんか結構ちょくちょくなんか読み方がこうアクセントがあるというか、うん、なんかちょっとあのニュアンスがあるというか、なんか感じがそこがちょっと癖があってちょっと好きでしたね、うん、私。こちらネットフリックスでもうすでに3話まで先行配信をしておりますので、はい、興味がある方はこちらでも確認してみてください。はい、それではバイチュー。